5.2 新宿フェス大会でシングルで対戦しながら勝負がつかなかった。パニシャビックブルトとハマリョータがやはり、意識し合っているということで、開始のゴング前からブルートがハマに殴りかかっていきました。第1試合大荒れの感じで、開始のゴングが鳴らされました。30分一本勝負です。さあ場外ではカズマがヤマトを捕まえ、そしてコーナーではパンテーラがアンディを捕まえております。そんな中試合権利のあるハマリョータとブルートがタックル合戦、ぶちかまし合いです。1週間前は場外でこのぶちかまし合戦を行い、一歩もお互い譲らず両者リングアウトに終わった3本目でございました。1本目のアームレスリングはブルートの勝利、2本目の相撲対決はブルートの、蹴りによる反則負け、1対1で迎えた3本勝負の3本目はプロレスルールで対戦しましたが両者リングアウト。今のところ勝負決着がついておりません。そんな中この2人 6.9 コーラケンホールでのシングルマッチ再戦が組まれました。シングル第2ラウンドに向けてのこの前哨戦となりました6人タッグマッチ、最終的にタックル合戦を制したのは浜亮太。さあお互いタッチしました。続いてはこちらも因縁が続いておりますエリーホデルパンテーラとアンディウーです。レッスル1クルーザーディビジョンチャンピオンシップ初代王座決定戦の1回戦で対戦したこの2人、この時はパンテーラが勝利を挙げております。仲違いをしてからというもののエルイホデルパンテーラがやはりデスペラードにした分、やはり人海戦術もありますがアンディウのことを圧倒しております。なんとかアンディこの流れを変えたいところです。さあ倒立に対しブリッジを見せるアンディ、そこからモンキーフリップに持っていきます。しかし今度はパンテーラがモンキーフリップ、これを着地したアンディウ。さあ素早い動きによる攻防、先ほどの巨大な男同士のぶちかまし合いから一転してスピーディーな小気味のいい攻防が繰り広げられておりますパンテーラとアンディウ。パンテーラを場外へ落としたアンディが飛ぶか、エプロンに着地、そしてかわす、おエプロンから場外のパンテーラを抜けてのティギラを見せました。ブラカンホイップ、パンテーラをキリキリ前とさせますアンディウ。そしてすぐさまリング内に入れますアンディ、チャンスと見ましたか、ここは攻めどころか、ティギラで振り回されたエルイホデルパンテーラを攻め込んでおりますが滝むしり、そしてあこれコウモリ釣りですね、バットブリーカーに持っていきましたコウモリ釣り。かつてネグロか、ジューシーサンダーライガーがネグロカサスに小技この技を見せたことがあります。さあドラゴンリング意識の劇でございます、はい、ダイビング劇、相手をカットするなくあくまでもルールにのっとった試合を見せる大和洋は相手に攻撃を加えず味方に劇を飛ばします。しかもドラゴンリングインで入ることによってその劇の効力も倍増いたしますが、その都度カズマ坂本に場外に投げ捨てられてしまいます。まあ劇と言ってもただアンディアンディとアンディの名前を呼んでるだけなんですけども、一応それでも劇ということでございます。さあただ名前を呼んでるだけの劇がどれほどアンディに伝わったか。さあ今度は朝のおらしきでフェイスクラッシャーに持っていきました。アンディも全くエルイホデルパンテーラに引きを取らない動きを見せます。そのアンディから先ほどは劇を飛ばしていた大和ヒロシが登場。白の鉢巻き、そして白の何でしょうか、あれはランニングパンツと言っていいんでしょうか。白のショートタイツからコスチュームを変えました。さあクロスアーム式のサイドスープレックスでエルイホデルパンテーラを投げ飛ばして、そしてウィーウィルロックユーのリズムを刻みます。ここから一直線、セカンドロープ上からの一直線です。さあかつてこの新宿フェスのお隣あった新宿駒劇がまだあった頃、駒劇で We Will Rock You、
のね、あれは、映画ですかね。あれが上映されたことがありましたけど、それから時を経て、リズムだけがこの新宿フェスで再現されました。フレディ・マーキュリーの、自伝統的、電気的映画が公開されたことが駒劇場でございました。今やその駒劇もございませんが、We Will Rock You のリズムだけはこの新宿歌舞伎町に鳴り響いております。さあ、出てまいりました。デスペラードの大砲。パニッシャービッグブルートのボディスラム。さあ、その衝撃でカズマ坂本が上に上がってしまいました。右腕を誇示いたします。USA アームレスリング選手権優勝を成し遂げております。このぶっといぶっとい右腕。一説によると、ミスターロバートの太ももよりも太いと言われております。このブルートの右腕、上腕。さあ、ヤマトが捕まう展開です。カズマ坂本、そしてパンテーラに抑え込まれております。カズマが前転、もう一回前転、そして引っかき、時間をかけてたっぷりと引っかきます。おたけびを上げての引っかきでございます。5本の指と爪がヤマトヒロシのその端正な背中を引っかきます。あー、カズマ坂本、ケムマキに似てるという声が飛んでおります。おっしゃる通りです。忍ともカンともなデスペラード、エルイホデルパンテーラがその後をつなぎます。さあ、カウント2、先ほど背中を引っかかられたため背中にダメージを受けた大和ヒロシ、キャンバスを打ち付けられるだけでも相当なダメージです。さあ、なんとか一人で三人を相手にここから出しようとするんですが、やはり多勢に無勢。コーナーに飛ばされるヤマト。おー、体格スプラッシュとエプロンを走ったパンテーラの円錐切りがサンドイッチで決まりました。さらにサンドイッチ攻撃、トラスキックの二重走です。先ほどのウィーヴィルロックヨードリズムに対し、こちらはカズマ坂本とエルイコデルパンテーラの二重走セッションを果たしました。さあ、ヤマトが捕まっている状態、なんとかここから出したいところ。おー、カウンターのエルボー、ロープに飛ぶ、クローズラインをかわし、スピア、真っ白なスピア、純白なスピアがヒットいたしました。さあ、白いスピアからタッチタッチ、すごい顔でタッチ、浜亮太にタッチです。さあ、出てまいりました、大相撲歌舞伎町場所の始まりました。一人で3人を吹っ飛ばす浜亮太、対角線を振って、これもおっと、明らかに今リングが動きました。新宿フェスのリングが5ミリ動きました。さあ、今宵も歌舞伎町、ゴジラが見上げる歌舞伎町の夜空にクレーターまでくっきりと見れる満月が光りました。満月、浜亮太のスティンクフェス、そしてビッグフレアブレディ、ウォー、カウント2で左で肩を上げました、カズマ坂本です。さあ、満月の次は大きなプレス、これはさすがにかわしたカズマ坂本、これを食らってしまっては返せない。そして頼りになる男、パニッシャービッグブルートにタッチいたします。ブルートが体格差を突進、150キロ対230キロの対決、英語で言ってるので何言ってるかわからないが、とにかくすごそうだ。おお、230キロボディスラムで上げようとする。230キロ上げられるか、ブルーだー、足は足してしまいますぜ。カウント2、浜亮太タッチ。さあ、アンディとタッチですよ。アンディと150キロのブルートだ。さあ、デブカンブルート、アンディ・ウーが下半身を攻めます。ああ、昔ポパイの好敵手だったね、ブルートって言いましたけど、そのブルートのことをポパイよくデブカンブルートと言っておりました。まさに現代に蘇ったデブカンブルート。このブルートを倒すにはほうれん草を食わなきゃいけないのか。アンディ・ウー、そして大和ヒロシ、最後に浜亮太が行って、またしても新宿フェイスのリングが5ミリ動いた。
3人がかりでやるしかないでしょう。さあアンディとヤマトが抑えてる中、身動きの取れなくなったブルートに、あー大きなプレス行こうとしたんですがリング下から、ハンドの飯より人の足を引っ張るのが好きで好きでたまらねえカズマ坂本が浜亮太の足を引っ張って邪魔をいたしました。さあ試合時間10分経過、リング上はブルートとアンディウー、さあアンディの3倍分の体重を誇っていそうなそのブルートを丸め込むがカウント2、ああポップキックがヒットしました。前蹴りからホールに行くカウント2、明らかに1週間前よりも重みが乗ったこのポップキック、この1週間の間に果たして肉でも食ったんでしょうかパニッシャービッグブルート。さあこれはおおレインメーカー式のチョークスラムと言っていいんでしょうか。カウント3、